今日はですね、オリーナボディジェルですね。オリーナボディジェルのことについてちょっとね、開発秘話などを含めですね、社長の方からお話ししたいななんて思っています。こんにちは。ではですね、ちょっと慣れてなくって申し訳ないんですけども、はい、ではですね、早速なんですけども、まず、オリーナボディジェル、これが誕生した、きっかけとか、開発秘話などを少しお話しいただけたらいいかなと思います。はい、なんかちょっと皆さんのどこに届くの遅れてる、遅れるんですよね。最初はですね、私たちの会社では水素のオイルですね、マッサージオイルを作っております。最初は、いいオイルほどすごく酸化されやすいっていうことで、じゃあいいオイルを長持ちするためにどうしたらいいかっていうことで、酸化を防ぐためにですね、ナノバブルにした水素を入れました。ナノバブルっていうのはもうナノサイズの、すごい小さいサイズの泡、目に見えないぐらいのサイズの泡なんですけれども、もちろん水素の分子よりは全然大きいので、水素が溶けているっていうのではなくて、水素が、バブルになって分散しているっていう形に、なっていきます。で、そういうオイルを開発してたんですけれども、そしたらですね、皆さんセラピストの方がそれでマッサージをするとですね、みんながトイレに行くっていうようになったんですね。で、どうもオイルの酸化を防ぐために作ったら体の酸化も防がれてたっていうことで、いや、これは面白い商品になるかなと思ってマッサージのオイルを作ったんですけれども、酸化、体の酸化って言ったらですね、一番体の酸化が激しいのは、いわゆる有酸素運動ですよね。スポーツ選手なんかガンガン運動するんで、どんどん酸素を取り入れるから体が活性酸素だらけになって酸化されやすい。で、それだったら例えば筋肉疲労とか、そういうののためにですね、このオイル使ってみてくださいって言ってですね、最初キックボクシングの世界チャンピオンの方ですとか、いろんなボクシングとか、ラグビーとかですね、サッカーの選手とかいろんな人たちに配ったんですけれども、どうもオイルはベトベトして、その後すごい、なんていうんですかね、特に男性はあんまりオイルでベタつくのって嫌がるんですよね。で、スポーツするときにこうやっぱり残ってると、ベタつきが残ってると次スポーツすぐできないっていうですね、そんな意見がありまして、じゃあオイルをやめて、水で作ろうっていうことで、こういう水系のこういうジェルね、こういうジェルを作りました。で、これはですね、結構こうなんていうんですかね、スッと清涼感があってですね、夏のスポーツの後のホテルだとか、日焼けの後のホテルだとか、そういうのにすごくいいんじゃないかなと思ってですね、この商品をもうこれ、2年目3年目になるかな、になりますかね、この商品が、今売れております。で、そんな形でこのオリーナ、ジェルっていうですね、オイルじゃないタイプの、ノンオイル系の、こういうジェルをちょっと作らせてもらいました。はい、はいはい、ありがとうございます。そのスポーツ選手、元、キックボクシングの世界チャンピオン、元ね、世界チャンピオンの方が使う、まずオイルを使ったっていうことだったんですが、そこの感想もうちょっとお聞きできますか？オイル使ったあとはですね、非常にいいっていうことで、例えば筋肉疲労の後にこう自分でオイルでマッサージするんですね、こう手だとか足だとかこうマッサージをしていくんですけども、そうすると、次の日の筋肉疲労が非常に楽だったり、筋肉痛とかがだいぶ和らいで、いるっていうことで、非常にいいということだったんですよ。やっぱり水素の効果ってすごいんだなっていう、そこですごい実感したんですけども、やっぱり使い勝手の部分っていうのをもうちょっと改善してほしいっていうのが、あったんですね。
そうですね、あのオイル、まあ、比較的弊社のほぼオイルに関してはあんまりベタつかない方なんですけども、はい、まあ、あの男性にとってはやっぱりちょっと特にスポーツされる方とか汗をねかいた後つけるっていうのはちょっと抵抗があったんじゃないかななんて思いますよ ね、 そうですね、汗と一緒に混じってしまうと、はい、あのクリーム状になってしまうんで、そうですね、多分皆さんの中ではちょっと使えるね、スポーツ本格的なスポーツ選手からするとちょっと使いづらかったのかもしれないですね。水素の力がすごくいいらしいんです。あの、現に前ちょっと聞いたのは、あの阪神のプロ野球の選手たちはあの皆さんあのバック裏に水素の吸入器があって、あのみんな水素吸ってるらしいんですよ。それはあの野村監督の友達の方から聞いたんです。そうですか、ね、まあ、水素ね、なんか怪しい商品もなんか残念ながらあるみたいですけども、うん、まあ、あの本当に水素のことを勉強したらですね、まあ、怪しくないっていうのが分かるかなと思いますよね。そうですね、科学者の立場的にはその水素に関してはいかがですか。あの現に今やっぱり医療の中でも、前ちょっとね NHK とかのニュースで流れてたんですが、神奈川医大ですとか、慶応医大とか、そういうところの、大学病院でですね、やっぱり今までこう酸素でこう吸入器をしてたりすると、高濃度の酸素だとあの赤ちゃんがね失明したりとか、やっぱり 脳の細胞が壊死していくっていうことが非常に多いみたいですよね。そう、活性酸素ですね。ですね、あの普通の酸素の中に 2% ぐらい活性酸素が含まれてるらしいんですよ。とその活性酸素がどうもいろいろと細胞を老化させていったりとか、死滅させていったりする。だから高濃度の酸素あんまり良くないっていうのはずっと言われてたんですけれども、水素を少し入れて混合ガスにすることによって、もうほぼその例えばあれは脳一血とかですかね、倒れて運ばれた人も、まあ、社会復帰ができるまで回復できるんじゃないかって期待されてるっていうものもあります。で、あの都合のいいことにですね、水素の場合は、取りすぎてもあのそのまま外へ出てってしまうっていうこともあるんで、特にその副作用とかそういうのも問題がないですね。でそういう意味では、活性酸素を除去するっていうことでは水素の効果っていうのは体の健康に対して非常にいいんじゃないかっていうふうに、言われてるんですけれども、あの何せこのいろんなものにですね、容器の中に入れておくっていうことができない。かといって水素ボンベをいつも持ち歩くっていうわけにもいかない。まあそういうことですね、手軽に水素を持ち歩けるようにっていうことでこういう、まあ水素が分散されているもの、抜けないようにうまく分散されているものの方がいいんじゃないかなと思って、作ったんですけれども、水素そのものはやっぱり体にはすごくいいと思います。あのまあ詳しい話はですね、また別のセミナーとかでこう話できたらと思うんですけれども、やっぱり人間の体の中には、水素を欲しがる、まあ、細胞の部分とか酵素だとかそういうものもあって、水素が体の中のそういうですね循環をうまく回してるっていう部分もあるんで、そういう意味では水素っていうのは体には必要で、体の中にもあの水素生産菌っていうですね、体の中の菌の中でも皆さんの腸にそういう菌を飼ってるわけですよね。だからそういう菌がこう少しずつ水素を出して人間の体の水素分を補ってるんですけど、なんせやっぱり最近は、公害の問題だとかですね、いろんな問題で、あのちょっと この夏なんか今年なんか異常ですよね、この紫外線の強さ。そうなるとこの紫外線浴びて活性酸素がやっぱり増えていってしまうっていうところから、自分の中で作られる水素以上の水素が必要になってくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、そういう意味では水素っていうのをこう手軽に取れるような、方法っていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとジェルの話からちょっとそれてしまったかなと思うんですけども、戻しまして、オリーナボディジェルのですね、まあ、処方の、まあ、工夫したところとか、はい、まあ、ちょっとこう、まあ、ポイントですよね、まあ、そういったところをちょっと教えていただけたらなと思うんですけども、まあ、一番工夫してる部分っていうのですね、まずその一番はそのまず水素
がこのジェルの中にナノバブルで分散されているっていうところだと思うんですけれども、これ普通の水素水を使っていわゆるあの皆さんあのコンビニとかあのドラッグストアで買うような水素水を使って作ってしまうと、もう、みるみる水素が抜けてってなくなってしまうということもあるんで、まずこの中に水素を、分散させてとどめておくということが必要になってくると思うんですね。それと、化粧品、まあ化粧品あるあるなんですけれども、化粧品にはですね、油の場合にはそんな関係ないんですけれども、水系のものになるとどうしても、周りの菌雑菌とかが付着するとその水の中でどんどん繁殖していって、化粧品が腐ってしまうっていうので防腐剤を入れないといけないんです。でその防腐剤もあまり強すぎたりとか、いわゆる活性酸素で、菌を退治するような防腐剤を入れてしまうとせっかくの水素が減ってしまうということもあって、防腐剤もすごくこう悩んだりしました。で、特にですね、まあ、我々のはこのグレープフルーツ種子エキスですね、グレープフルーツ種子エキスっていうんですね、そういう天然の成分由来の、防腐剤とかを使うことによって、なんていうんですかね、このいい商品にしていこうっていうのもありますし、もともとのこの J ラボの会社の方針が自然の恵みを余すことなくうまく利用していくっていう会社ですので、なるべく天然のもの、なるべく自然にあるもの、こういうものを配合していくっていうのでですね、ちょっとこう苦労してきました。あとはですね、今ちょっとこう司会をねしていただいてるんですけど、木村さんがセラピストでアロマセラピストですから、その香りですよね、アロマの香りの部分でちょっとこう非常にいろいろと、配合してもらいました。まあもともとがそのスポーツとかですね、それから夏ほてった体に使ったりとか、するもんですから、香りでちょっとこう安心感とか安らぎとか、そういうものもこう香りによる癒されっていうものも必要なのかなと思って作りました。で逆にですね、これあのもっと元気になったりワーバーが出てきたりするようなものをですね配合してしまうと、なんか塗ったのにちょっとこうねまた運動したくなるような配合になっても困るんで、まあ、そういうね安らぎの香りを、つけてもらいました。まあそういうふうにすることによってスポーツだけじゃなくてですね、例えばお風呂上がりのほてった体に夏なんかはこうこれもオイル、青いじゃなかった、ジェルでマッサージしたりすると、すごいこう、ほっとした感じでですね、寝つきも早かったり、するので、まあ、そういう意味ではこう香りにもちょっとこだわり、それから水素をこう十分に、入れるっていうことと、まあ、自然の恵みですよね、自然由来の成分っていうのをこうふんだんに使っていくっていうことをですね、ちょっとこう重要にしてます。で、あとですね、まあ、これはほぼ、そんな量入ってないんですけれども、ちょっと清涼感を出すためにエタノールも入れております。でよくですね、エタノールっていうのが何て言うんですかね、エタノールがこう刺激があるとかですね、アレルギーとか、まあ、そういう声を聞くんですけれども、まあいろんなこう研究の何て言うんですかね、論文とか本だとかそういうのを見て、いるとですね、まあそもそも皆さんよくノンアルコールノンアルコールって言うんですけれども、ビールでもねノンアルコールが出てたりとかするんですけれども、ハラルでない限りこのアルコールっていうのはどうしてもやっぱり必要になってきます。で、アルコールで刺激があるっていうのはほぼほぼ本当にアルコールの、アレルギーとかアルコールのその代謝のものを持ってない人以外はですね、おそらく他の成分によって刺激があるっていうのがほとんどじゃないかなっていうふうに言われています。アルコールそのものがに刺激があって、大変だったら、例えば注射打つときにこう約7割から8割のアルコールで 70% から 80% アルコールでこうやって消毒して注射しますよね。
その塗ったところヒリヒリしてしょうがないと思うんですよ。そんなことは多分ないと思いますし、アルコールに本当にアレルギーの人は、稀にいますけどね、稀にいますけど、だから本当にアレルギーの人だったらそうなるし、あの最近ではあっちこっち店舗入ったりデパート入った時する時にこう、ね、手やるんですけど、もうこんなんしたら真っ赤になって腫れ上がってしょうがないんですよね、あんな高濃度のアルコール。それがないってことは、皆さんそんなにアルコールに敏感なことはないと思います。あのお酒飲める飲めないとこれは関係ない話ですので、別に私はお酒が飲めないけれど飲めないからアルコールもダメなんだろうって、思わないでくださいね。あのお酒、これね、変な話、お酒飲める人でも手に塗ると真っ赤になる人います。でお酒が飲めなくても体に塗ったら全然大丈夫な人もいます。だから皮膚から吸収される部分と、皮膚についてその赤く腫れる部分と、体の中でアルコールが分解されるかどうかっていうのとは全く別の問題になりますから、まあ心配の方はですね、ちょっとこうアルコールでパッチテスト、この辺ですかね、この内側で見えるのかな、見えますよ、これ、パッチテストしてもらったらいいかなと思います。アルコールってその、清涼感を出すっていうのも一つですけど、はい、もう一つは浸透性を高めるっていう ね、はい、そうですね、界面活性剤のような、はい、作用をするっていう役割もありますよね、はい、そうですね、あのこれもね、皆さんちょっとこう誤解される方多いんですけれども、界面活性剤って言うとみんな界面活性剤って言って嫌がるんですけれども、あの界面活性剤っていうのは例えば水と油って混ざんないんですよね。水と油混ざんないってことは水の部分と油の部分の間に界面ができるんですよ。でこの界面を活性化させる、震わせてやると混ざっていくんですよね。だから水と油をもともと混ざんないものを混ぜることができるものが界面活性剤って言います。だから例えば石鹸の天然成分 100% の石鹸、これも界面活性剤なんですね。あの水と油が混ざらなかったら汚れを落とすことできませんから。それからアルコールも多少やっぱり油と水をこう融合させて乳化させる力を持ってます。これも界面活性剤になります。よく世間で言われているのは例えばフッ素系の合成界面活性剤とかそういうものに関してはちょっとやっぱりね、そんなものを使ってるんですかってなるんですけれども、一般に界面活性剤だからって言って、そんなあのビクビクしたり、大丈夫かなって心配になったりする必要はないと思います。だからまあそういう意味では、体にいい界面活性作用のある界面活性剤ってかのエタノールだとかそういうものっていうのは、入れさせてもらってます。はい、ありがとうございます。あともう一つ先ほどちらっと出てきましたけども、精油に関してですね、あのアロマオイルに関してですね、これは私の方からちらっとお話しさせていただくと、あの筋肉疲労に特化したものを3種類入れてるんですね。でしかもその中の2種類は、ペパーミントとローズマリーカンファーという、精油を入れています。で、その精油アロマ、あの学ばれてる方この中にもいらっしゃると思うんですけども、あのペパーミントとか、カンファーとか、あのケトン類が少し含まれているものなので、じゃ あの妊産婦さんダメですよねとか、ちょっと使えないですよね妊娠中はとかね、子供やめた方がいいですよねみたいな、そういったの理解もあるんですが、あの計算しました。ちゃんと計算してですね、問題ない濃度で作っています。でもし例えば妊産婦さんに禁忌、禁忌のパーセンテージというか、量を使おうと思ったら大体どれぐらいこのジェルを使えばいいんでしたっけ。もし妊婦さんにとって危険なぐらい、の量を使いたいんであれば、これをお風呂いっぱいに、200リッターですね、お風呂いっぱいにしたところにダボンって入ったらちょっと妊婦さんには風呂桶5杯分っていう話ですけどね。風呂桶5杯分ですね。だからお風呂に使って、お風呂に使って、5時間ぐらいこうしてたらちょっとあの妊婦さんも危ないかなと思うんですけれども、あのものすごい高いお風呂になってしまうし、5時間もここにちょっと入ってるのも大変かなと思うので、そのぐらいの量しか入ってません。なので、香りはすごく爽やかなんですけども、皆さんが安心して使えるような精油の濃度っていうのを計算してですね、
設計していますので、そのあたりもちょっと安心いただけたらななんていうふうに思っています。はい、ではですね、あ、ジュジュボアットさんありがとうございます。はい、で、ではですね、使い方なんですけども、まあ、例えば今暑いこのあと今年すごく暑いと思うんですけども、皆さん熱中症など大丈夫でしょうか。で、そんな時の使い方ちょっと、まあ、お話しいただけますか。はい、まあそうですね、一番はやっぱりこの夏その日焼けっていうかですね、日焼けっていうよりも私なんかもちょっと外出て、買い物して帰ってくるだけでもう顔真っ赤になるぐらいの時もあるんですよ。ものすごいあれだなと思って、で、あの海に行かれたりとか、ちょっとレジャーでね行かれたりとか、そういう方もですね、今日は、まあ、長袖着てますけど半袖の方なんかすぐこう赤くなると思うんで、赤くなったところにぜひこのジェルをこう塗っていただいて、するとですね、ちょっとこう鎮静化して赤みが収まってきたり、その写真をですねできればいいんですけど、あ、どうぞ。そういうね、その鎮静化するのにも使ってますし、それから、まあ、あと清涼感があるのと、多分あのそのローズマリーカウダーとか入ってるからだと思うんですがすいません、大丈夫ですか。あの実はですね、ちょっと涼みに公園に行ったりすると蚊に刺されたりするんですが、あの虫刺されの後ですね、これ結構効くんですよ。ちょっとした痒み止めに、まあ、あの腫れが引くわけじゃないんですけど、ちょっとした痒み止めになるんで、虫に刺されたらすぐ塗ってます。だからこう持ち歩いてると結構いいんですよね、必需品で。であとはですね、ちょっとあの最近テレワークとかそれも流行ってたり、こうスマホやなんかをねこうずっと見続けて、あの目が疲れたりするんですけど、目の疲れってあの肩からくるんで、このジェル塗ってちょっとこう肩のところからですね、こういう風に軽くマッサージしてあげるだけで、あの目の疲れがこう和らいだり、肩とか首の緊張感っていうのをこうほぐれてリフレッシュしていきますね。あとは、先ほどもちょっと話しましたけど、お風呂上がりに足のマッサージとかですね、腕のマッサージとかして、でそれで、布団に入ると、まあ、ほてった体ちょっとこう一時だけちょっとこうスッとひんやりして、あとは体の中が温まるんで、スイスの力で結構温まっていくんで、すごい深い睡眠っていうのにこう役立てるかな。夜ってこう寝つきにくい場合もあるじゃないですか。寝つきにくい場合なんかの時にちょっとこうこれですね、のなんていうんですかね、ジェルでマッサージしてあげると非常にあの眠りやすい、寝つきやすいですね。でこの写真をちょっと見ていただけたらなと思うんですが、はい、これはあの神奈川のですねサロン様が提供していただいたあの、まあ、結果のお写真なんですけども、釣りに行かれたお父様かなと、確かそうだったかなと思うんですけども、半袖ね着ていらっしゃって腕だいぶ焼けていらっしゃるんですけども、まあ、これはオリーのボディジェルをね塗って30分ぐらいしたらもうすごくね鎮静したということでお写真いただいています。はい、まあ、こんな使い方も、まあ、日焼けするとね、まあ、よくあの美容家さんたちとかの間で言われているのは、まあ、あの48時間以内でしたっけね、まあ、なるべく早くあの鎮静してくださいねっていうことなんですけども、まあ、これぜひもあのレジャー行かれる時ですね、まあ、もうお盆終わったと思うのでもう行かれて帰ってこられた方もいらっしゃるかと思うんですけども、あのまだまだお子さんの夏休みは続くと思いますので、ぜひですねあの一緒に携帯して持って行っていただいて、日焼け後すぐに、まあ、あの本当はねもちろん日焼けしないことが一番なので、日焼け止め塗っていただきたいんですけども、まあ、うっかり日焼けしてしまったなっていう時は、まあ、こういったあの使い方もできるんじゃないかなと思います。すごいあの勉強させていただいたこれは写真ですね。はい、あとはですね、まあ、精油とかをこう配合したあの木村さんの方はこれはあんまり顔に塗るとちょっとってこう言うんですけど、私は全然顔に塗るの平気で、本当にあの暑くて日浴びた後顔を
これもうこうやって薄くしてこういうふうにもうこうねするとね非常にあの最初はねこうちょっとこうもちもちしてるんですけど、もちもちかちょっとこうねするんですけど、これあの浸透していったりすると結構ねあのサラッとするんですよ。で私よく使うのはあの外から帰ってきた後こうやって顔こういうふうに顔洗う感じで、まあ、顔を洗った後でもいいんですけどこう塗ってですね扇風機の前でこうずっとこうやってるとすごい涼しくて気持ちいいんですね。で目の疲れもなんかね取れてくるような、で顔のほてりも取れて、あとはねあのサラッサラになるんですよ。なるほど、うん、まあちょっとあの女性はお化粧してる、お化粧してるからねあの帰ってきてあの外から帰ってきてあのお化粧落とす前にハーってしてからちょっとこうお化粧落としてもらうのもいいんじゃないかなって思います、まあ、これはあの男性ならではできることかもしれませんけども、うん、まあ、あの裏技としてですね、よくあのご質問いただくんですよね。これオリーナボディジェルなので、じゃ あ, あのボディ用で顔には使えないんですかっていう、まあ、そういったあの質問いただきます。で初めはですね、私は、まあ、あの一応ボディジェルでボディ用に作ったからなということを思っていたんですけども、まあ、自分もですねちょっとあの炎症を顔を日焼けして炎症を起こした時があって、まあ、これはちょっとと思って塗った時があるんですね。で塗ったらですね、あ、いいじゃないかということで、まあ、意外に良かったんですね。まあ、推奨してるわけではないんですけども、まあ、ちょっと裏技として、うん、はい、ちょっとあの覚えておいていただけたらあのいいんじゃないかななんて思います。あとはよくあのセラピストさんなんか頭皮のマッサージに、そうですね、ちょっとね指につけてこう、はい、ヘッドマッサージに使われたりとかされてますね。そうですね、あの取扱いサロンさんだあの方の、まあ、グループページにはちょっとね、頭皮マッサージする時の使い方なんていうのをあのご案内させていただいてるんですけども、あのどうしてもね、オイルで頭皮マッサージ本当はいいんですけど、あのその後変えられる時になんかお風呂入ってないみたいなまあそうベタベタとね、あのそういったあの髪型になるのをちょっと気になされる方もいらっしゃると思うので、まあそんな時はですね、特にこの時期はちょっとこう綿棒とか手の先に取っていただいて、分け目にちょっとポンポンとやって、はい、ポンポンと置いていただいたりとかですね。黒いですけどね、まあ本当あの容器にあのつけて取っていただいたらいいんですが、見えない、あ、大丈夫です、ちょっと手伸ばしてやってもらう、こんな感じ で、ね、こうやってあの分け目をこう分け目をですね本当は作っていただいて、全体的にこうやっていただいてですね、それからあのヘッドマッサージなどこう入っていただくとすごく気持ちがいいし、あと特にまあ仕上げ、あの施術の仕上げなどでデコルテとか首とかですね、まあ、そういったものをそういったところに塗っていただくっていうのも、あ、気持ちよかったってあのすっきり起き上がっていただけるかなというふうに思いますので、ぜひセラピストさんの方はそんな使い方もあのおすすめで試してみていただけたらいいかなと思います。まあ、この夏の必需品みたいになってくるかなと思います。そうですね、この夏すごく蒸し暑く、今日皆さんどうかわからないですが、関西は本当になんか雨が降ったり止んだりで蒸しっとしてて、しかも気温も暑いと、なんかさっきも雷鳴ってなってましたね、雨降りそうだったんですけど、うん、そんな後にもうね雲がなくなるとものすごい日差しになるんですよね、うん、もうこの日差しで、うん、あの やられないように、そうですね、ジェルをこう塗りまくってもらってます。であとはそうですね、あとセラピストさん の, あのご自身のセルフケアですね、例えば施術と施術の間にちょっと腕が疲れたなとか、あ、足がちょっと張ってきたなとか、まあ、そういった時にちょっと使っていただくっていうのもおすすめかなというふうに思っています。はいですね、まあ、そんな感じなんですが、何かご質問とか大丈夫ですか。結構あの取扱い店の方見ていただいてありがとうございますね、あのお一人お一人ちょっとご挨拶できなくて申し訳ありません、はい、
何か大丈夫ですかね。まあ、もしまたこのボディジェルに関してですね、質問等あれば、まあ、いつでもメールしていただけたらいいかなと思います。 あれですよね、その水素の力で血流が速くなるのも、YouTube のオリーナチャンネルですね、YouTube のオリーナチャンネルの方で比較の動画が見れるようになってますので、またぜひ見ていただいたらと思います。はい、オリーナは愛が2つですので、オリーナ、まあ、伸ばしてオリーナと呼んでますけども、オリーナチャンネルね、ぜひ検索してみてください。はい、で、最後